先輩、あれ見ました？そこでやってるサーカスだ。ああ、見た見た。全然期待してなかったけど、案外面白かったよ。虎の玉乗りとか初めて見たわ。ただ、あの団長にはいまいち懐いてなかったな。最後の方なんて虎に無視されてたし。あのサーカス団、結構評判いいみたいだな。団長は相変わらずのようだな。まあ熊の時もそんな感じでしたよ。そろそろ終わるみたいですし、最後にもう一回くらい見ておきたいな。休憩行ってきます。おい、持ち場離れる時はショベルのエンジン切ってけっていつも言ってんだろ。すぐ戻るんで大丈夫ですよ。どうせろくに休憩時間ないんだし。ったく、愛想のねえ新人でね。まあいつものことですよ。それより俺らも休憩行きましょう。腹減っちゃいました。だな。カツ丼でも食いに行くか。そろそろサーカス終わるのか。後で俺も顔を出してみるかね。お、なあ、ありがとうございます。お、おい、はい。おい、お、はあ、
確かこっちに来たと思ったんだけど。どこ行った？あそこだ！クララちゃん、戻ってきて！おいおい、まさかあいつ。現場をよく見てたからレバー操作とかの動きを覚えてたのかも。マジか。カサさん、本当にこれが最後のお願いです。なんとかしてクララちゃんを救出していただけませんか。このままでは私たちまばら。そんなこと言っても。私の番ですね。やるか。私が相手です。やってやるぞ。さて。やんのか。立て直さねえと。やってきなさい。なんとかしねえとな。なめんなよ。やっちゃう。ちょっとしんどいな。ありゃ。すっきりした。ああ、しんどい。ザコが。ほら、来いよ。とっておき。応急手当てだ。助かる。私の番です。調子悪い。やるか。見てろよ。とっておき。よいしょ。どうするかね。逃げるなら今のうち。さて。
くれよ。これで元通りだ。じゃあ今度立て直さねえと。しんど。ほら来いよ。見てろよ、直してやるからな。サンキュー。私の番です。俺の番か。やるか。ちょっとしんどいな。やってみろ。よろしくないな。してみる。調子悪い。ザコが。とっておき。なめんなよ。はい。しんどいな。やってやるぞ。よし、行くぞ。またさりゃ。やめんな。応急手当てだ。ありがとう。ほら来いよ。私が相手で。俺の番だな。よろしくないよ。私の番ですね。プレゼントだ。やってやるぞ。ほら、俺の番だな。ほら、痛い目に合わせます。だってせーりゃ苦しむがいい。見てろよ。応急手当てだ。ありがとよ。どうするかね。行くぜ。痛い目に合わせダメだよ。やってみろ。私の番です。プレゼントだ。じゃあ今回立て直さねえと。逃げるなら今のうちだぜ。調子悪い。ほら来いよ。とっておき。直してやるからな。助かる。なめんなよ。やってやろう。さて。苦しむがいい。苦しむ。あったな。
動きが止まったか。安田団長、クララは捕まえました。ちょっと疲れてるみたいですけど無事です。そうか。しかしこんな騒ぎになっちまってどう収拾をつけたらいいんだ。おい見たかよ今の、すげえパフォーマンスだったな。え、これってサーカスでしょ。ショベルカー乗りますチンパンジーとそれに立ち向かうテンパって斬新だな。ドキドキしながら見ちゃった。あの炎もすっごい迫力。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。これからあちらのステージでショーを行いますので、よろしければ見ていってください。へえ、今度はステージでショーをやるんだ。またあんな迫力のやつ見られるかな。ちょっと行ってみようぜ。ふぅ、くったくった。ぼちぼち作業の続きをするか。あ、なんじゃこりゃ。今日は本当に助かりました。春日さん、お礼の気持ち受け取ってください。頼むからこんなことはマジでこれっきりにしてくれよ。今度ばかりは死ぬかと思ったぜ。はい、春日さんには感謝してもしきれません。あ、この感謝っていうのは何度も助けていただいたからというだけではなくて、ここ数日私は春日さんのおかげで今まで見たことのないお客様の表情をたくさん見ることができました。長いことこのサーカスをやってきてはいましたが、それは動物の玉乗りや輪をくぐるとかどこかで見たことあるようなものばかりだったので、普通のサーカスの域を超えられなかったんですよね。お客さんも笑ってはいるけど心を揺さぶることまではできていないって内心感じていたんです。安田団長、ですがここに来てクマ・トラとの激戦、そしてショベルカーとの燃えるような死闘、どれも手に汗握るシーンの連続で見ている人の目は釘付けでした。スリル、驚き、興奮、喜び、この全てが詰まってこそ感動体験なんだなって感じたんです。私はこれからも来てくれたお客さんたちにこんな体験をさせてあげたいって思いました。そうか。そこで降りてお願いがあるのですが、ぜひうちのサーカス団に入っていただけませんか。何？俺がか？はい、春日さんとうちの動物ちゃんたちがタッグを組んだらきっと最強です。日本一のサーカス団だって目指せますよ。いや、俺はあれだったらショベルカーとかも頑張って用意します。ローンとか開くんで。あ、ダンプカーの方がいいですかね。いやいや、どっちもいらねえ。っていうか俺はサーカスやらねえよ。まあまあ、そう言わずに可愛い動物たちと一緒にサーカス界のてっぺんを取りに行きましょうよ。いや、本当もう動物は勘弁してくれ。あ、待ってくださいよ春日さん。